本日紹介するのはタレントグラビアアイドルの中村静香さん。1988年生まれ京都府出身。中村静香さんは2002年に読売テレビのプチドルにてアイドル予備軍のメンバーを集めたプチドル隊として13歳の時に芸能活動を開始させました。同年8月には同グループのメインボーカルの一人に抜擢されセンターポジションを務めるなど人気を博しました。 2003年の中学3年生の時には父親の勧めで全日本国民的美少女コンテストに応募したところ見事決勝に進出することとなりそれがきっかけで中村静香さんはオスカープロモーションに所属となりました2004年には女性アイドルグループに加入してグラビア活動を開始したところ F カップの豊満なパイオツと狸顔のキュートな笑顔で日本中の変態兄貴たちを魅了したのですが中村静香さんのパイオツはご自身曰くすごく柔らかいマシュマロのような感じだそうで ダンスななどををしているると予測不可能な動きをすすよようですよ2006年には映画「幸福のスイッチ」にて女優デビューも果たし2011年には「アートネイチャー」のテレビコマーシャルにも出演数多くの写真集やイメージ DVD を発売しつつバラエティ番組にも数多く出演するなどマルチに活躍しましたちなみに最近ではご自慢のパイオツも垂れてきたと発言しておりますが少し垂れているぐらいの方が柔らかそうで何倍もシコリティーが高いですよね そんな中村静香さんですが過去発売しているイメージ DVD の中でプールで撮影している衣装が完全に透けてビーチ区のようなものが映ってしまったり日本テレビの沸騰ワード展に出演した際にはタオルの隙間から霜の毛らしきものが露出してしまうなど脇の甘いショットが複数あるのもより一層抜けるポイントではないでしょうか現在中村静香さんは35歳となり可愛さと色気がうまくマッチしておりできれば今後もどちゃしこな写真集などを発売してもらいたいものですよね これから中村静香さんの一層の活躍を期待し応援していきましょうご視聴ありがとうございましたこのチャンネルでは女優、モデル、アイドルなどを紹介していますよろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします